上質 T シャツ3選をご紹介していきたいなと思います。これはすごいですよ。まあそういうね、一長一短いいとこもあるんですけど、はい、本日はですね、本当教えたくない上質 T シャツ3選をご紹介していきたいなと思います。ということで、まず一つ目っていうのが、こちらオーラリーというね、国内のブランドになってるんですけど、こちらの、カットソーのブランドですねを紹介したいっていうのと、二つ目っていうのが、お好きな方やったらご存知かもしれないんですけど、このサンスペルっていうね、イギリスの T シャツがあるんですよ。これもこのために購入してきました。で、ほんまやったらね、全部白で購入はしたかったんですけど、もうサンスペルもちょっと人気でね、このちょっと黒っぽい色しかなかったんですけど、あ、初めて触りましたけどすごい肌触りですね。そして最後はこれもね、日本国内のブランドなんですけど、ご存知な方いらっしゃいますかね。こちらワーダーって書いてるんですかね、このブランドで。またできて新しいみたいなんですけど、この3つ、いかにもこの2が好みそうな、まあ2って誰やねんっていう話なんやけども、この3つをね、ご紹介していこうかなと思います。それぞれですね、まあさっき値段から言っていくと、このサンスペルっていうのがだいたい1万1000円ぐらいですかね。1万円ぐらいということと、次にオーラリー、この日本のブランドですね。これが1万3200円。そして最後のこのワーダーってやつ、これが1万3200円ということなんで、今回の T シャツの紹介っていうのはだいたい1万円ぐらいの、T シャツで紹介していきたいなと思いますので、まあ見てるだけじゃ分からないので、まずね着ていきたいなと思います。サンスペルからいきましょう。これはすごいですよ。やっぱりね、もともとこれイギリスのブランドやって、イギリスのね肌着メーカーなんですよ。まあ日本でいうところのグンゼみたいな感じだから、下着とかあと肌着とかボクサーパンツとかもあったりするブランドで、サンスペルでね、結構それこそジェームズボンド007のジェームズボンドとかでも着用されたりしてるんですけど、まあ、そういう大人が着る系のね T シャツということになっております。まあ白とかでもね、かっこよさそうですよね。でこれ僕着てるのが M サイズなんですけど、 M サイズでもね、まあ僕やったらちょうどぐらいだから、やっぱ海外サイズなんで、基本ワンサイズ上というかワンサイズ落とす感じかな。普段僕 L 着てるんで、 M サイズでまあちょうどいいかな、まあ、日本でいう L サイズぐらいかなということですね。で次がオーラリーっていうのをね着てみたいなと思います。はい、まあこんな感じですね。いかがでしょうか。ちょっとまあサイズ的にはまあ日本っぽいですよね。日本ってなんか最近ちょっと型落ちてるみたいな感じのがあると思うんで、まあ、世界的な感じの雰囲気ではないけども、まあ日本で流行ってる感じっぽいなっていうようなねサイズ感かなと思います。でね、これはねサイズね、1234の4なんですよ。だから L なんかな、ちょっとわからないんですけど、4っていうねサイズで着用をしております。まあ、T シャツだけじゃなくてね、ここね今もうパンツとかいろいろ出てると思うので、まあ、アパレル全体であるようなブランドって思ってもらったらオーラリーがあるかなと思います。でね、最後ねワーダーってやつかな。はい、最後はねこのワーダーってやつですね。ここにねブランドロゴみたいなのが入ってるんですけど、ほんまにねまだつい最近みたいなんですよ。この2年とか3年ぐらいできたブランドみたいで、ブランドっていうかもともとファクトリーコードやったかな、ちょっとわからないんですけど、直営店がないんですよ。だからセレクトショップでしかなくて、まあ僕買ったのはね東京の青山にある 1LDK というところあるんですけど、まあそこでね購入してみました。サイズがですね、これ僕 L サイズですね。まあ日本のメーカーなんで L でいいかなと思います。以上3つがね今回紹介するやつなんですけど、やっぱり1万円超えてくると素材が全然違いますね。これは誰が触っても分かる。これパッと触った瞬間に、あ、違うって分かるのがやっぱり1万円超えてくると変わってくるなと思います。で1万円以下の T シャツも結構僕あったりするんですけど、この滑らか感とか、まあ、こういう肌触りの柔らかさっていうのはないんですよ。だからまあ1万円ぐらい超えてこへんとちょっと厳しいかなと思うんですけど、やっぱり生地が滑らかやったらね、同じ T シャツ着ててもちょっと上品なんですよね。でやっぱ安い T シャツ着るとガシガシしてるからちょっとスポーティーになっちゃうんで、そういうアウトドアとかするときはいいんですけど、ちょっと街中でカフェ行くとかレストラン行くってなったときなんかは、まあ、もしかしたらこういう方がねいいかもしれないんですけど、こんな感じになってました。シルエットで考えると、まあボックス系なんですかね。でオーラリーの方もこれもさっきも着て、着用見てもらったんですけど、よりこっちの方がボックス系かもしれないですね。で一番こう体が綺麗に見えるのがやっぱりこのイギリスのサンスペルですね。これがまあ僕個人的にも一番ねシルエットとしては好きな感じでした。やっぱねこれが一番なんかしっくりくる感じですよね。これでね時計とかパッてつけて、ほんでねこうやってグラサンとかでかけてらっしゃる、ちょっと大人っぽい感じでしょ。ちゃいます？そう、まあまあこれはこれでいいよね。ただね、後でも言おうと思ってるんですけど、白を着るともしかしたら透ける可能性があるんちゃうかなっていうのは思いますね。今でもどうやろう、形ちょっと拾ってるかな。拾ってますね。そう、拾ってますね。まあそれはね仕方ないかなと思うんですが、それぞれね生地の性質が全然違うんですよ。だから着心地が全く違うくて、まずこのねサンスペルの方なんですけど、生地がそもそもちょっと薄めに作られてるっていうのもそうなんですけど、それ以上にまあどれも全部今回いい生地です。いい糸を使ってて、いい糸って何かっていうと、これとかはまさにそうなんですけど、糸の中でもね5つのブランドがあるんですよ、コットンの中では。でそれの
これはスーピマコットンっていうコットンが使われてるんだけど、スーピマコットンってどこかっていうとアメリカなんですよ。おい、アメリカなんかやと、これイギリスのブランドって言ってたのにアメリカの糸を使ってるのかって話なんですけど、そうなんですよ。アメリカの糸を引っ張ってきてイギリスで作ってるというブランドなんで、まあジェームズ・ボンド着てるのもそうなんやけども、もともとはアメリカですよと。でスーピマコットンっていうとユニクロのね T シャツとかもスーピマコットン T シャツとかってあるんですけど、それ考えてくださいよ、めっちゃ安いでしょ。あ、ユニクロだから、そのスーピマコットンですごいちゃんとしたブランドやねんけども、ブランド糸なんやけども、それユニクロで作って、その1000円2000円で作ってたら価格崩壊してるんですよ。でまあそれと同じやねんけども、まあさらにそのシルエットとかにこだわったんが、まあ、こういったサンスペルということになっております。まあ同じ糸じゃ、全く同じ糸ではないけど、まあ同じ糸のブランドですね。スーピマンって言ったら同じ糸、まあ松坂牛と同じで、松坂牛の中でも A5 A4 ってあるから、そのランクはまた変わってくるけど、一応松坂牛っていうのは一緒、神戸牛というのも一緒みたいな感じで、スーピマっていうのは同じになってるんで、ユニクロもサンスペルも同じ糸を使ってる、同じ原料を使ってるというところになっております。ただやっぱりシルエットとかはさすがですよね。こう体に綺麗に沿うようになってるから、大人が着るT シャツっていうような、ね、感じに仕上がってるじゃないですか。だからこれはこれでやっぱかっこいいなと思いますね。でちょっと僕ね、個人的にこれいい感じやなと思ってるから、他の色買おうかなと思ってるんですけど、まあ僕は個人的に好きな感じですね。で次のオーラリーってやついきましょう。はい、そして次はオーラリーですね。でこれに関してはね、スフィンクスコットンって言うんですよ。でスフィンクスコットンって何ですのってことで、これもそうやし、次のワーダーも同じです。だから、まあ、スフィンクスコットン覚えておけば次も同じなんですけど、これね日本以外であんま聞かない糸なんですけど、その五大コットンの中の次エジプトに行きます。はい、エジプトに皆さん旅行行ってくださいね。エジプトにギザコットンっていうコットンがあるんですよ。それが超有名なエジプトのコットンなんですけど、それをコットンってもともと植物、ここに画像出るので植物なんですけど、それを手づかみでこう取っていくと、機械でガーってやるんじゃなくて手で取っていって、機械でやっちゃうとその切れた葉っぱとかがコットンボールについちゃって緑になったりするんですよ。でそれが困るっていうことで、手でちゃんと掴んでいってある一定の品質をクリアしたんですが、ギザコットンの中でもスフィンクスコットンっていう上位付けにあるんですよ。上位ランク、上位互換であるんですよね。でそれが使われているということなんで、それぞれの産地によってね、風合いってやっぱ変わってくるんですよ。ギザコットンってどっちかっていうと光沢感のある、ちょっとドレープ感のあるようなコットンなんで、大人に向いてるんですね。で普通スーピマコットンでいうと、もうちょっとカジュアルライクな感じとかになったりするんですけど、まあそこはねやっぱサンスペル、肌着メーカーやから綺麗に防石されてね、糸を寄るっていうのは防石なんですけど、されてるからそんな雰囲気が全くしないというような仕上がりになってるし、まあスフィンクスコットはね、そもそも元々の原材料がいいっていうこともあって、こうやってラフに着てオーバーサイズっぽい感じなんやけど、子供っぽくならへんというのは、なんでなんかっていうと生地感があるからね、綺麗なドレープ感が出るから、まあ子供っぽくならへんっていうのがスフィンクスコットなのかなと思います。まあ大体大人の方がね好きな T シャツになってきたら、この5台は絶対行くんですよ。一番最初がシーアイランドコットン、このジョンスメドレーがそうですね、シーアイランドコットンというコットン で次スビンコットンというインドのコットンで、これはちょっとどっちかというと黄みがかってるっていうのが特徴的であったりするんですけど、これ僕以前作ってたロンティなんですけど、それも今廃盤になっちゃって、今シーアイランドコットンで作ってるんですよ。でまたそれ楽しみにしてほしいんですけど、それがあって、次ギザコットンですね。これ一応ギザコットンの中の、まあ、上位互換やからスフィンクスコットンで、スーピマコットンっていうのがあって、あともう一個最後がね、中国の、なんとかコットンってあるんやけど、それは僕ほぼ見てません。だから見たことないから、どんな感じかっていうのはわからないんですけど、まあそれぞれはそれぞれ良さがあったりするのでね、ちょっと黄みがかってる生成りの風合いがあったりとか、あと光沢感があったりとか、あと少し肉厚な生地感があったりとかっていうのは、それぞれ糸によって変わってくるので、まあそういうのをね楽しむっていうのが、まあ大人の T シャツの楽しみ方かなと思うんですけど、まあそういった素材が違いますよと。で最後じゃあワーダーの方行きましょう。はい、まあこれもね同様スフィンクスコットンなので、まあ柔らかい感じになってますね。だからこういういいコットン使うと、普通に歩いてる中でもちょっと違うんですよ。で普通に安いの着てたら、まあ普通っぽい感じなんですけど、こう普通に歩いてても、歩いてる感じのこの T シャツの動き感っていう、この動いてる滑らかさ感が全然違うので、見る人が見れば分かりますし、見えへん人が見たら、いや別にそんなユニクロとかあらへんやんってなってくるから、まあその辺は自分のね好みかなと思うんですけど、まあ個人的には僕はサンスペルが一番ねいいかなと思うんですが、ただねこのワーダーにもワーダーちょっと特徴があってね、何なんかっていうとね、これちょっともう一個マニアックな話になるんですけど、普通ってねこの生地がね、裏の生地と表の生地って違う編み方するんですよ。ただこのワーダーに関してはおそらくメーカーは公表しないんですけど、僕が触った感じで言うと、この裏の部分とこの表の部分の縫い方が一緒で、スムース編みっていうちょっと特徴的なね編み方してるんちゃうかなと思ってて、具体的に言ったら例えば体操服とか、ジャージとかがこの編み方するんですけど、よく言えば
肌触りがいいんやけど、悪く言うとちょっと下着っぽくなるっていうところがねデメリットであったりするんですけど、多分おそらくこのスムーサーにしてるんちゃうかなと思います。あの表面も柔らかいし裏面も柔らかいから同じような柔らかさなんですよ。でそれ出そうと思ったらスムーサーにしか無理やから、まあ、そういった作りになってるんかなと思うんで、まあそういうね一長一短いいとこもあるんですけど、最後デメリットでね終わりたいなと思います。サンスペルの方なんですけど、まあこれはねちょっと厚み測ってみたいんですけど、持った感じで言うとね今まで持ってる T シャツの中でも結構薄い方かなと思うんです。まあ 0.3 ミリぐらいやから、まあ特別薄いってことないけど、どっちかっていうと薄い方ですね。でオーラリーの方が 0.6 ミリぐらいあって、でこのワーダーの方が 0.45 ぐらいなんで、まあ、やっぱ透け感とかがねどうしても出るっていうところが、まあ、デメリットではあるんですけども、まあ、その分こう、まあ、体鍛えたりとかしてね、あのだらしない体に着ちゃうとちょっともうダボダボになっちゃうけど、まあ、ある程度引き締まってる体であればね、あの体ラインが綺麗に出るんじゃないかなっていうような T シャツですね。で次オーラリーの方に関しては、このスフィンクスコットンでねあえてボックスシルエットで子供っぽいディティールやのに素材は大人っていう、ちょうど面白みをこう足してると思うんですけど、オーラリーとねこのワーダー両方に言えることなんですけど、結構縮みが出ると思うんです、おそらく。っていうのも長調面っていうちょっと長い糸を使うと縮みの幅もでかくなってくるんですよ。で安い短い糸やったらそもそも縮んでもあんま分からんやけど、こう長い糸って縮みの幅が出やすいのでサイズがギュッて上がってきたりしやすい。で特に横が縮むってことはないけど縦が縮みやすいってところがあるので、まあ、洗濯するときはおしゃれ着洗いとかで、あまり縮みが出ないような洗い方されるのがいいかなと思います。もう特に熱かけたりとか乾燥機するっていうのはもう絶対縮むのでやめた方がいいんじゃないないかなっていうふうには思いますね。そしてこのワーダーの方も同じく縮みは出るんですけど、さっきのオーラリーほどなんていうのかな、その洗濯後の風合いは変わりづらいと思います。こっちの方がより柔らかい状態が持続する、まあ、これ編み方なんですけど、スムーズ編みをしているおかげで何回洗ってもずっと柔らかい状態、この特に外側ですね、中側はみんな一緒なんですよ、全部一緒なんですけど、スムーズ編みっていうかその編み方は一緒なんですけど、外側の柔らかさが続くのが一番これなってると思うので、洗っても洗っても柔らかい着心地が継続するのがいいなっていう方なんかはねこれがいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、今回はある程度の価格帯がする、T シャツになってて、今まで1万円の T シャツとか1万なもの T シャツ、まあともすれば2万3万ってあると思うんですけど、何がええんかなって分からんかったでっていう方はね、あ素材が違うんやと、素材のもともとの、まあ言ったらカレーでいう原材料、肉とか人参とかいいやつ使ってるんやっていうのも分かると思いますし、それでさらに調理方法もこだわってる、まあ要は編み方とか生地の作り方ですよね、それもこだわってるということなんで、普通に歩いててもなんか白 T 同じ着てんのに全然違うように見える、なんでなんかな、あ素材とかもちろん形は大事なんですけど、形って真似できるんですけど素材はもうお金積まないと真似できないんですよ。だからどうしても素材を上げるってことはお金も上がってくるんですが、まあ、そういうところでね、あの価格が妥当になってくるんやなっていうのをね分かっていただいたかなと思いますので、本日は上質 T シャツを比較してみたという話になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。